guys! I'm Arisa 7世じゃなくって、今日は私が英語の教科書に載ってないフレーズを紹介していこうと思います。今日は要点を伝えたいときに使える英語を紹介したいよ。では、スタート。 May I be frank? Let me be perfectly clear. Make no bones about it. Read my lips. Long story short, Let's call a spade a spade. はい。という感じで、教科書に載ってない、まあ、学校では教えてくれない英語フレーズを紹介しました。ということで、僕のこと気に入ってくれたら、ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくね。ウィンクウィンク。アニ文字やると口の動きを大きく自然としてしまうので、なんか英語って口を大きく動かすのがポイントなんで、もしかしたらこれすっごくいい練習になるんじゃないかなっていう説が出てきました。ということで、皆さんも iPhone X の人はやってみてください。